はい、今回はのとの現在の状況が悲惨すぎる件と岸田文雄のありえない数々の行動について考えていきます今回もよろしくお願いいたしますリスナー様からですね、コメントいただきまして、えー、僕もこののとの、まあ、件ですね、SNS でかなり注目されているんでまあ、ニュースにもなっていたということでちょっと調べて思うことを真剣にお話していこうと思うので、えー、今回もよろしくお願いいたしますまずですね、リスナー様からいただいたコメントを ご紹介していこうと思うんですがこのようなコメントをいただきました本日石川県全域で記録的豪雨が発生したというニュースがありましたまあのとの被災地がまたですねまぁ、あ、この被災地になってしまったということでピンポイントで復興中の被災地が被災地になった違和感を感じていますあのこの後にこの方がおっしゃってるんですがもちろん本当のことってのはわかりませんがある疑いがまあ出るんですね 以前に揺れは意図的に起こせるっていうことを、まあ、僕がお話したっていうことをおっしゃっていただいて雨とかっていうのもど雨に関しても同様なことができるのではないかと思いましたということでこういったご意見をいただきましたもちろんはっきりとしたことっていうのはわからないと言うんですが意図的な揺れあるいは意図的な雨意図的な台風は起こせます起こせるっていうことが分かってるんですね。 ただそれは使ってはいけないということで、まあ、決まってるんですが、世界的に、まあ、そういったものを使った可能性っていうのもあるんですよねだから、このはっきりとしたことが言えないっていうのは何かっていいますとそういった技術はあるんですよで、それを使ってはいけないことになってるんですが使ったあ疑い可能性があるそう思います、あと岸田の行動がです、ね、非常に不可解なんですね。 何かって言いますと今から数日前にノートを訪れていたっていうことも調べて分かっておりますので、えー、あの今年のですねノ、えートの,の揺れがまあ起こった直後の岸田のおかしな動きとですね数日前の岸田の動きと今のノーの,の状況まあそういったことを考えてお話していきますまずあのノーの,の揺れですねまあ2024年の1月に、えー、まあ起きたあこのノーの揺れなんですが。 このの直後にに、まあ、岸田の対応が非常におかしいんですねでこれっていうのは数字になってきちんと出ているんで、まあ、その数字を今からお伝えいたします。この揺れが起こった後の自衛隊のまあ人数、えー、まあどれほど自衛隊を何て言うのかなあのまあ派遣したか災害派遣したかっていうことなんですが能登と熊本地震を比較してですね 能登、えー、の2日目は1000人、えー、熊本の時は2000人、能登の3日目は2000人、えー、熊本の3日目は1万4100人、能、え、登、ー、の4日目は4600人、えー、熊本の4日目は2万人、能、え、登、ー、の5日目は5000人、熊本の5日目は2万4000人、圧倒的に能登、えー、に、えーね、この自衛隊員を派遣している数が熊本の時に比べて、 圧倒的に少ないっていうことがわかりますよね自衛隊っていうのはこの直後に揺れの直後にえー、きちんともうスタンバイされていたんですよなぜかわかりませんが総主国米の意向だと思いますがそういったことで岸田を送らなかったんですねだから全然ノットの復興がうまくいかないわけですよ意図的に送らなかったと考えられますだからああのまあ、米の支持とも取れますし岸田の意向とも取れるんですが ここでわかるんですが、岸田っていうのは、能登を救う気がないんですよね。助ける気がないんですよ。で、えー、永遠とこういったことを繰り返すのが、この岸田文雄なんですね。わけが分かりません、僕たち国民からすると。仮にですが、もし米の意向であったにしても、本来当たり前ですがね、えー、そういったものに多少ノーと言って、でこのね、能登の復興に、えー、努めるべきですが、全くそういうことをしていない。売国度の極みです、岸田っていうのは。 で岸田っていうのは、この能登のですね、揺れが起きた後にテレビに出て、あの憲法改正について話していました。覚えてる方いらっしゃるかと思いますが、で僕はあの思ったことがあるんですが、僕は令和、山本太郎さんを応援してますけど、このね、能登の時に令和しかないなと思ったんですよ。理由があるんですよ。明らかな根拠があるんですよ。能登の揺れの直後に、ですね、自民、公明、維新、国民民主、立憲民主、共産の、ね、6人の党首が、 防災服を着てポーズだけテレビの前でしていました。何もしていませんでした。この時に令和の山本太郎さんだけが能登に直接足を運んで現地の状況を調べていたんですね。その山本太郎さんにありえないマイナスの言葉をかけていた人間が多数いました。僕は今でも覚えています。僕は山本太郎さんを応援してたんでね、うん、山本太郎さんのこのされてるこのね、能登の活動をずっと見ていて。 本当に、ねえー、国民思いの素晴らしい政治家だと思っていました。それを否定している人間が多数いたというのも今でも僕は覚えています。非常におかしいし、悔しい内容です。だから、この岸田をはじめとした自民、公明、維新、国民民主、立憲民主、共産というのは、この能登を助ける気が全くないんですよ。そして今度は、あその直後なんですが、1月6日なんですが、 能登にはあお金を40億、まあ、復興するためのお金ということで、今度、ウニはですね、6000億出してるわけですよ。意味が分からない、規模が違うじゃないですか。なんで、えー、自国には40億、でウニ6000億出す、意味が分からないですよね。これも、この時から大きな批判の話題になっていましたが、岸田は能登に、えーね、予備費40億、ウニは6000億。そんなことで、能登が復興できるわけないじゃないですか。復興する気、復興させる気がないんですよ。 でさらに岸田っていうのは、能登にですね、えーまあ、起きてから、揺れが起きてから14日後かな、に、まあ、行ったっていうことなんですが、確か90分で帰ってきたんですね、防護服1枚を着て、またやってるふりをして、パフォーマンスをして、まあ、帰ってきたと、もう本当にやる気がない、でこのね、えー、自衛隊に、まあ、激励を飛ばしたり。 あるるいいはでですすね被災者の声を聞くく演技です全くやる気がないだからこの時点でも岸田ってのは言われていたんですよ。一刻も早く岸田を内閣総理大臣から引きずりおさなくては国民がもうどうにもならないと。自民党っていうのは政権担当能力がないんですよ。この90分でやったふりをして帰ってくる。そして岸田だけではありません。長谷も同じでですすこのの石川県の都の方はですね この岸田と長谷っていう人間を許してはいけないんですよ。自民党と維新の会。全く復興支援をしないこの2人です。許せないこの2人です。岸田、あ,あるいは長谷、岸田と長谷はですね、この能登の揺れに関して寄り添うゼロです。だからパフォーマンスだけをしてやってると。で、この時も言われていたんですね。山本太郎さんとは大違いということで。うん、全く被災地に寄り添うのない岸田と長谷。 山本太郎さんはあ、ね、現地の方が何に困っているのかっていうのを真剣に、ね、話を聞いて、それをなんとか政治の力でどうにかならないかとずっと頑張っていらっしゃいました。だから山本太郎さんを応援してる、まあ、僕もリスナー様の中でも令和を応援してる方たちっていうのは、なんとかね、令和が政権中枢に入ってもらいたいと、こういったところでもね、願うわけですよ。で、あのこれ偶然とは思えないんですけど、まあ、もしかしたらね、何か違うのかもしれませんが、 実は数日前に岸田っていうのは、あね石川県輪島に行ってるんですよね。岸田、あ石川県輪島市にお邪魔しますっていうことで、で木の板にですね、頑張りましょうっていうことを書いて、その後にですね、内閣総理大臣、岸田文雄と書いていたんですね。これも大きく炎上してるんですよ。能登の揺れから9ヶ月経って復興が進んでいない、石川県輪島に行き、頑張りましょうと書く。うん 板にがんあのその頑張りましょうとかねそういったことだけ書くそしてこれは何を意味するのか、うん、一番頑張ってない岸田文雄がなぜこういうことを書くのか地元の方たちあるいはこちらを見ている、まあ、国民というのは許せないわけですよね、うん、頑張るとかそんなことではなく能登の,の復興の予算を組んでくれって話なわけですよでさらにこれっててて、のは大きく炎上ししおりまして 頑張りましょうと書くんですがいやいや,いや頑張ってるわけですよみんな。喉の,の方たち9ヶ月間なんとか復興できないかと思って、ね、水道も通ってない中、ね、そのの登の,の方たちは頑張ってるわけですよその。その頑張ってる人に対して頑張れてどういう神経してんだって話なわけですよ。だからこういったものも非常に炎上してるわけですね。岸田っていうのは退任が決まってからあ頑張ろうとか頑張りましょうとか。 今まで9ヶ月間何してたんだって話、うん、そういったことが大きく炎上していました、2日か3日前の出来事です、そしてその後ですね、このリスナー様からコメントを頂い,いた、でまあ、僕はニュースではなく SNS を見たんですが、ものすごい雨といいますか、あの家の半分がです、ね、こう流されてしまいそうな、そういった今、状況なんですよ、ノトっていうのは。 で行方不明者が何人かあ出ている、何人も出ている、そういったことが SNS にあの投稿されておりました。で僕はあの映像を見たんですよ、いくつも見たわけじゃないんですよ2つかぐらいかな、2つぐらい、えー、見たんですが、その中に、えー、地元の方がこのような投稿されていました。石川県ばかり、なぜこんなに災害が続くんだろうか、土砂、水害、えー、地震、えー、津波、えー、液状化災害。 全部の被害を受けてしまった。私たちの土地どうなるんだろうか時間お金、復旧すべてを失いかけている現状を知ってほしいと、まあ、そういった切実な内容がですね9月21日に投稿されていました SNS にこの映像がですね、まあ、一緒になったんで見たんですが家の半分ぐらいまで水が浸水していますとても生活できる状況ではないし家が流されてしまうんじゃないかとそういったものを見て思いました でこのリスナー様のコメントで、ねえー、もちろんはっきりとったのは分かりませんが何かしらあ意図的、作為的にやった可能性があるんですよね。岸田が2日前に、えーね、2日か3日前か2日前に来て石川県輪島に頑張りましょうと書いたこのポーズをやったこの、ね、2日後に、えー、この大きな災害と言いますか、まあ、雨と言いますか。 それが来たのはちょっと偶然とは僕は思えないんですよね。何かしら意図的あるいは作為的にやってる可能性がある。そしてノ、えートの,の人を困らせて全く助ける気がないんですよ。これっていうのは明確な総支国米の狙いがあるんですよ。だからもう本当にこういった者たちに、えー、そのね、えー、米の言いなりである自民党にこの政権をもあのね、えー、もうやらせていては持たせていてはもうどうしようもないんですよ。 何がこれは狙いかっていうと、能登の人たちを意図的に困らして、能登の人たちをこの住んでるところから追い出そうとしてるんですよ。トックとかスマートシティにこの能登と,とかあ、そこら辺をですね、輪島とか、変、えー、えるため、あるいはその外資に安く売るために、だからこういうことをわざとやってるんじゃない、わざとその能登、ね、の,の方が困るようなことをしている、そして助ける気が全くない、うん、2日か3日前に岸田が行ったっていうね、これは偶然だとは僕は思わないんで。 意図的ににここういういいととやってると思まます許せません本当にもちろんはっきりとしたことが分からないのでじゃ、まあ、そうは言ってもまあ本当にねその揺れがあったとか、ね、雨が降ったとするじゃないですか全く救う気助ける気がないじゃないですかだからこういった自民党に政権を任していては本当に日本国民がもうどうにもならないんで一刻も早い自民党の政権交代しかあ国民がですね助かる道はないと思います。 自民党がですね、政権を維持し続ける限り、日本国民が国内で生活できない状況になってしまう。今はですね、この石川県えのと輪島とかの話ですが、同様のことがですね、日本全国各地で起こりうる可能性というのがあるんですよ。そ,そうなったときにもまた同じことをやるでしょうから、本当に一刻も早く自民党の政権交代が必要だと思います。ちちょっとこちらの内容でですすね、僕も調べていたんですが、 まあ本当にね、えー、ありえないとで、このリスナー様がおっしゃっていただいたように、でやっぱりあの、まあ、何かおかしいと思っている国民はいるんですよ。もちろん本当のことってのは隠してるから分かりませんけど、偶然とは思えないじゃないですか。で、さっきお話したように、じゃあ例えば揺れがね、えー、本当に自然発生したものとか、えーまあ、豪雨が自然発生したものであれば、一刻も早く復興するようにね、えー、予算を組んで、えー、やれって話なわけですよ。 ややらずに何やっっててんだっていうことで本当に僕たたち国民からしたらし許せないいと思います本当にね、えーまあ、こういった大変な目に遭ってるんで、能、ま、登、あの,の,の、ねえー、復興が一刻も早くもう、ね、あのなることを、ね、祈ってます。本当に自民党と維新の会というのはひどい、うん、そして、えー、今回はあ、あまり言いませんけど、そんなことを口でほざいておきながら大阪万博をやってるんだよ、ふざけんなって、本当に。 うん、っていう話だと思います。まあ、ちょっとですね、えー、またこのートの件も分かったらお伝えしようと思うので、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。